じめさん、中岡さん戻ってきてます。2階へ行ってあげて。はじめさん、そろそろお出かけ？中岡はん、そこで待っとるよ。待ち合わせしとるんやろ？戻ったか、龍馬。ああ、それで西郷の方はどうだった？俺が予想した通りだったぜ。例のフォトグラフを見せた途端食いついてきやがった。あとは桂がこの話に乗ってくれるかどうかにかかってる。確か桂については東堂が生松の店へ向かってたはずだ。そろそろ戻ってきてもいい頃だが。怪しいな。その店行くぞ、龍馬。分かった。なんだ。東堂。この件、桂さん来ると生松さんから。東堂、何があったんだ？武田さんに見られちゃって。医者を呼んでくれ。はい。そんなことより早く武田さんの口を塞がねえと。そうはいかない。今はお前の治療の方が先決だ。中岡、
あんたはすぐに新選組に行って土方だ。急いで急いで、武田さんが伊藤さんに報告する前に止めてください。出ないと俺近藤さんに合わせる顔が。東堂、武田さんは生松さんの店にいます。早く。分かった、だからもう喋んな。よかった、死ぬ前に伝えられて。何バカなこと言ってるんだ、しっかりしろ東堂。オリオ、東堂を頼む。はい。中岡、俺は武田を追う。あんたは新選組に東堂のことを知らせてくれ。分かった。誰が来るかと思うとる。お前とはな、てっきり平助が土方のとこ行くと思うとったが。何をしている、伊藤のところへ向かったんじゃないのか。ふん、安心せえ。平助がお前らの患者やったっちゅうことはわしの胸にしまっとく。それより一緒に酒でも飲めんか。どういうつもりだ。取引したんや、あんたらと。なんだと。伊藤藩は泥船、ね、この前とわしも五両栄治も坂本龍馬に栄養に利用されてしまいや。ならいっそ長州にでも雇ってもらった方がええや思うてな。長州だと。お前らカズラとつながりあるみたいやねえか。わしと五番隊の連中面倒見てもらえるよう取り継いでもらえへんやろか。武田、お前それとも平助みたいにここでわしにもてあそばれるだけもてあそばれて捨てられるか、好きな方を選べや。やっぱ女子の汗は口に合わん。相手するのは平助みたいな若い男に限るわ。
お前がゲスでよかった。うん。口封じのためじゃない。何の躊躇もなく、お前を殺すことができる。やる気なんか。答えるまでも。そうか、残念や。こないなところではあるほどの男、殺す人はないやけどな。あの井上源三郎を殺した銃や、坂本龍馬って男にもろたな。なんだと。自動装填式大口径弾、最新の軍拡兵器の前じゃ剣術など意味がない。それを証明したるわ。そうか、ならその銃も仇の一つというわけだな。一瞬や、勝負は一瞬で決まる。死ぬ覚悟はできとんな。いつでもいいぜ。来い、死にたるぜ、このボケや。
お前ら。何してるんだ、起きた。東堂平助はここ油工事で新選組に襲われ、武田官流祭と共に御領絵師として死んだことにする。何だと？どういうことなんだ？それが平助の遺言や。平助は自分が新選組の患者やということを伊藤に悟られんようにするため、ここに遺体を運んでくれと。あいつは最後まで近藤さんから与えられた使命を守ったんや。もう後戻りはできひんね、はじめちゃん。起きた。坂本龍馬ははじめちゃんに譲ったる。せやけど万が一あんたが兄弟に情が移ったりした時は、躊躇なくわしが二人の坂本龍馬を切る。それでええな。ああ、明日の夜全てに決着をつける。坂本龍馬の歴史は大宮で終わらせる。絶対に。はじめさん、ちょっと聞いて。どうした？明日の夜やけど、先にうちが女中として大宮に潜り込んどきます。何？中の様子が落ち着いたら、うちが土間からのろしをあげます。うち入りの時はそれを合図に。お前は大丈夫なのか？大丈夫やって。これくらいしかうちには協力できひんから。すまないお寮、助かるぞ。まだ明日の夜まで時間があるようやし、準備するなら今のうちにしててや。